やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと、今日は、ひでまろさんをお迎えしての、カバラス秘術の運命数別、アタック方法の2回目でございます。後編でーす。イエーイ。はい。はい。ひでまろさんです。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、前編は1から5までやったので、そうですね。はい。じゃあ、6から33まで行きやりましょう。はい。ね。はい。6。6のアタック方法ですよね。うんうん、まあ、6番は相手の状況をまず見るでしょ。うん、調和をね、気にしますね。まあ、6番さんって本当に、まあ、優しいし、空気も読む方だから、まあ、モテるとは思うんですよ。だけど、恋愛となった時のアタックっていうのは、確実性がないと動かない。6番さんは ?6 番さん、確実性。でも、相手に尽くすから、流れに身を任せるっていう感じなのかな。6番さん自体がね。6番さん自体が。で、ね、尽くすじゃないですか。尽くすよ、めっちゃ尽くす。献身的に。ですよね。家族にも恋人にも、めっちゃ尽くす。そう、めっちゃ尽くすから、ね、もし付き合った場合ですよ。あのね、騙されないように。6番さん、はい、してほしいですね。ずっと入り込んじゃうから、そう裏切られてるのは知らず、ずっと献身的に、ね、なっちゃうタイプだから、そこは気をつけてほしいなって思いますね。アタック方法はね、本当に普通だと思う。普通、そうね、特に6番さんはこうした方がいいよっていうのは、ないなぁ。普通で、普通っていうのは普通ってなんだって言われるとなんだけど、そう、普通にあのお付き合いしてくださいで、普通な感じでいいんじゃないですかね。特に駆け引きとか計算とかも特になく、あとはなんか別に告白とかされなくても、ずっとになんか一緒にいて自然と付き合うみたいな人いるじゃないですか。結構ね、6そんな感じかもしれない。付き合ってるもんなんだろうなみたいな、そんな感じですかね。確かに、そんな気はします。はい、はい、です。じゃあ次、7。7はあの分析しますから、本当に好きかどうか、で考えすぎて自滅するタイプではあるとは思うんですけど、まあ自分のね考えてることを相手にも言わないし、言わないですよね。家族ですら言わないから、本心を。だからアタック方法なぜかね、まずね、7から分かりやすく告白してくることはないと思う。7側からね。だから自分から言うしかない。相手が7だったらね。7だったら。7さんから、なのね、真面目な人が、7さんが相手で、7さん好きだけど、7さんから、もうね、ちゃんとした告白をしてくれないかしらとか、お付き合いしてって言ってくれないかしらって待っても、多分ね、来ないと思う。言ってくれないと思う。そうですね。私の旦那様言ってくれなかった。プロポーズもなかった。ないまま結婚した。ないと思う。7は、多分、プロポーズも期待しないで。言わなくてもわかるでしょ、みたいな感じで。俺、自分の気持ち言わないけど、感じ取って、察しよ、みたいな感じで。だから、7さん好きだったら、超敏感に察してあげてください。ですね。アタックしない。しない。したところで、多分ね、7の人はなんで言ったんだろうって、すごい考えて、自滅するタイプだと思うから、そう。
察して言ってあげてください、うん、7の場合、うん、あとそうね、言葉にはしないけどでも行動でわかるかな、うん、行動かもしれない。あの例えばあの実家にのね両親に挨拶に連れてってくれるとか、うん、まだ付き合ってないのにみたいな、そんな状態でもそんな、そうだったんですよ。なるほど。なんかよくまだあれ私たちどういう関係なんだろうって思いながら今度実家行こうみたいな、そういう感じ。あと、うん、付きまといますよね。そう、ナナさんクールなんだけど、うん、好きだと若干、うん、若干だけど、ね、普通の人よりは距離近いと思う。豆になる。うん、豆って言っても普通レベルよりだいぶ下だけどね。豆差レベル。そうですね。うん、そんだから、うん、7番から好かれてるなって思ったら、うん、好きなのとか、まあ言ったら言ってで絶対言わないから付き合おうかってね、うん、言ってあげた方が、ね、まあ好きだったらですけど、うんうんうん、言ってあげた方が7のため。そうね。うんうん、7から言ってるの待ってると一生来ない、うん。一生来ないでしょうね。うん、うん、そんな感じですね。八、ね。八、うん。俺ね8はね。まあ、玉木さんは8じゃないですか。だけど、まあ、旦那さんが7だから、そうやって、まあ、ね、言ってくれないパターンありますけど、だいたい8番の方は、言わせるように、仕向けるのもちょっと上手いんじゃないかなって思うな。へぇー。いやー、もう、なんか、うん、もう私はできてるから、うん、言ってみたいな。だけど、うん、もうしびれを切らせると8番は自分から言うって、うん、あ、なるべく自分からは言うのははばかるから。いや、はばからない。8言うよ。言います。8言うよ、自分から。うん、言います。うん、自分から告白してきた歴すごいですよ、私。あ、そうですか。うん、どうしたんですか、8。本来の8。本来の8。本来の8の。8、自分でストレートに言う。へぇー、うん。好きですとか、付き合ってくださいとか。超ストレートに愛情表現する。あ、そうですか。うん、ほら、8ってね、社長気質だから、うんうん、いや、分かってるでしょ、うん、みたいな感じかな。いや、それはないかな。ないですか。うん、ちょっと勉強になるな。ストレートだと思う。まあ1と8は似てますからね。うん、あ、1と8は似てるから。そうか、うん、そうね、ストレートだな、うん、好きなんだけどみたいな、うん、あ、なるほどね、面白いな、うん、そう、8番はあとは何だろうな、周りの状況を見てから言うじゃないですか、うん、相手の気持ちとかも分かった上で、うんうん、だから何か確定事項とか決定だっていうのがないと言えないのかなっていうのはありますね、うん、確信的な、確信的な何かが、うん、あった時にガッと言えちゃうっていうのはあるかもしれない。うん、周りは本当によく見ると思う、うんうん、ですね、相手の行動とかね。うん、8、8、そうか、8、8から言ってほしいな、じゃあ。もし相手がね、うん、8だったら。8、うんうん、いや、言うと思うな。うん、そう、そのなんかストレートに言うのもさっきから秀丸さんが言ってる、こう人を使うのをストレートに言ったり、それこそ部下を褒めたり、ね、はいはいはい、ストレートにこう君すごいよねとかこう褒めたり、なんかそういう好きだよとか言うのも、そうか、そういうのの一つのって、なるほど、そういう点になるんですね、うん、あ、面白い、そっかそっか、うん、言う、言います。8番言う。8番言います。そうか、面白いですね、うん、じゃあ9いきます。9、9のアタック方法、
なんか、うん、俺周りとは違うよ。今までの男とは違うよかも出すのが Q だと思うな。Q さんが Q、うん、ちょっとプライド高い。高いですね。うん、高い、うん。はい。だから、俺が言ってんだよみたいな、うん、なんだろう。そのね、うん、でも、なんだかんだ Q って周りの空気とかも8番とは違って、うんうん、その、平和。そう、平和主義だし、自分にトゲあるものとか必要ないって考えるから、うんうん、結構ね、9番って流れに身を任せると思う。わかるわかる。うん。9の人って、うん、告白されたら、ああ、まあ、なんか今誰もいないし、いいよみたいな、とりあえず付き合うかみたいな感じになりがちな気がする。嫌いじゃなかったら、うん、とりあえず付き合ってみようみたいな。うんっていうタイプかな、うん、9番だからモテますよ9番、うん、9番って相手のこととか自分のことこう思ってんだろうなってなんとなく読めちゃうから、うん、だからモテますよね、うん、切らさないと思うあんまり人っていうか相手を友達も多いしねうん多いですね、うん、モテる9番モテる、うん、かな9はだからの空気九は空気ですね。だから恋愛の必勝法ってなんとなく九ってうまいんだろうなって思いますね。うまいのかな。実際どう器用ですか九。九は器用ですよ。でも、うん、器用すぎて自分で自滅することとかありますけど。そうか。器用すぎるのか、はい、そうか。なんか、そうなんですよ。受け入れて、うん、受け入れてから後悔するタイプが Q だと思います。ああ、なるほどね。うん、ああ、みたいな。うん、表、みたいな。うんうん、こんなはずじゃなかった、うん、みたいな、うん。そんな感じですかね、Q はね。うん、なんか Q の人の恋愛を思い浮かべると。流れのままにみたいな感じが多い。そう。そうだから本当に身を任せますよ。うん。Q は。Q 好きだったらとりあえず言えば、うん、任せてくれるかな、どうかな。確かに。あとは、うん、Q は9と6にもあると思うけど、うん、私が変えたいとか、うん、そう変えてみせるみたいな、うん、なんかね。変な挑戦的な心がね、うんうんうん、ありますね。相手を変えたいみたいな。変わんないから。変わんない。根本持ってるものだから。そうね。ああ、相手を変えたい。今日もそうか。そう。そうか。なんか最近、いろいろ諦めてる Q ばっかり見てきたから。そう。僕は変えようとするのは分かる、うん。私の愛の力であなたを変えてみせるみたいなのは。ああ、ありません、ね。僕もありません、ね。うん9もそうなんだ。うん。9もそう。いろいろケチつけるかもしれないけど、うん、受け入れるので、うんうん、はい。って感じですかね。はい、じゃあ、はい。11。11、いきましょうか。11は、魅力的じゃないですか。超魅力的。持てるでしょうね。うん、だってできちゃうし。うん直感と感覚でいろいろできちゃうし。そう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 。うん、そうなんですよね。うん、11ね。11だから、僕的な、11、22、33っていうのは、うん、憑依体質も持ってると思うんで、うんうんうん、だから、相手のことがなんとなく読めるし、うん人そうそう分かるね。そう人が何考えてるのか分かる。うん、分かりましたね。9、11。だから9の11もちょっと似てるなそこは。9と11は似てるものはあります。そう、うん、ありましたね、うん。だから11はまあモテますよ、うん。アタック方法とかね関係なしにモテると思うから。11って。一番ロマンチストだと思う。あ、11？うん。ああ、2もあるしね。うん。2も入ってるし。はいはい。
劇的な人生を好むし、あのドラマチックな演出とかドラマチックな人生の流れとか、はいはいはい、そういう、なんだろう、わかるかな。うん、いや、わかるわかる。その中に自分がいるみたいなのを感じられると、そうですね。うっとりみたいな。わかる。自分にも惚れてんじゃないかなって思いますよ。ああ、それはあると思う。うんうん、あとは、ちょっと大変な方が、うん、私燃えるみたいな、うん、分かる分かる、逆境は、逆境がむしろ好きみたいな、あの波乱万丈な人生で逆境をそれをもう超えてみせますみたいなのを選ぶんですよ、うん、なのでそうね、恋愛もなんか逆境とかなんかこ う, そう平坦な感じじゃなくてちょっと燃えるような、うん、何か障害があるたんびに燃えるみたいな演出的なのがあると燃えると思います、うん、確かに、うん、ロミオとジュリエットなんてマジでなんか11っぽい、確かに、うん、そんな、うん、そんな感じだよな、うん、11は燃えます、うん、何かあるたんびに、うん、あ、でも現実的な数字はやらないね、そうですね、4とか8とかはね、うん、おう、飲みようとかやらないの、やんないし、やらないと思う、やんないと思う、面白い、じゃあ、22は本当ダメな人を作りやすそう、ダメな人を作る、あの男だったら紐になりやすいだろうな、うん、22本人がじゃなくて相手が紐を作る、ああ、相手がそうなる、ね、そう、相手がそうなる、なんかもう全部いや私やりますみたいな、ああ感じだから、4持ってるでしょ、うん、で2でしょ、うん、紐作るかな、私の周りの22って、うん、相手にも結構完璧さを求める。ああ、そっち、うん。こうなるべきでしょ、うん、相手に対して、うん。仕事でも相手に対して、うん。こうなるべきなんだよみたいなのがあって。その方向性は、なんか紐を求める人もいるかもしれないけど、うん、大体、こう、自分はこんなに完璧にやって礼儀正しくやって、あの、なんだろう、理論的にこうやってる、君もそうなりなさいみたいな、ああ、うん、でも完璧は求めるか、なんかさっきあのデヴィ夫人の話出たけど、デヴィ夫人があの誰かあの女の子をこう住まわせてじゃない、大学生、あ、そうっすね、うん、多分あれも紐っぽいんじゃなくて、なんだ、教育したいっていう感じ、教育か、うん、そう、教22はね、誰かを常に教育してたいとか育ててたいとか、なんかね、教えてたいくないですか、22の人って、いつも誰かに何か教えてるとか、あ、叱ってるとか、注意してる感じ、注意してる、うん、だからダメないのよ、うん、あなたみたいな、そうそうそう、そんな感じ、怖いもんな、怖いもんな、うん、ああ、恋愛必勝法、仕事が、うん、できない人は好きにならない、うん、と思う、うん、22、そうね、仕事好きな、あ、できてる人がとパートナーになっていきます、お互い、だけど結果男からしたら、うん、彼女の方ができるから、うん、男のプライドとしては、うん、もうへし曲げられてダメになるんですよ、うん、そう、だから紐じゃないけど、うん、ある意味ダメンズになりやすいんじゃないかって思うんですよね、その男から見た時の、うん、まあね、まあ、22番の男性から見た、うん、まあ、女性の場合でも、うん、自分の存在価値ってっていう感じになって、うんうんうん、心がね、弱まりそう、そうか、うんうん、そう、だからね、
そこの競争心ってある程度持ってる相手じゃないと厳しいもんがあるんじゃないですか。俺なんてっていう、私なんてっていう、そこら辺マジで22番さんと付き合う人ってちょっと大変、大変だと思う。とりあえずあの個人鑑定って多いよね、あの旦那さんとか親が22で辛いっていうのは、いやで本当にその娘とか息子さんとか、あの心の病になって、何ももう戦闘不能みたいな感じの人がいますもん、で言うこと聞かなくて、いやそりゃそうでしょみたいなしかもね、息子さん僕の鑑定で見た時に息子さん3番なんで、いや余計に聞かない聞かないって思って、でもね自由にさせた方がいいですよって言ってあげても、いやでももうみたいな、管理したくなっちゃう。そうなんですよ結構箱入り娘とか箱入り息子とかね、22番持ってる お母さんとかお父さんとか多いのかな、とかね、多そう。習い事とかね、ちゃんと してるねしてる、すごいしてる、22の人は結局どうしたらいいの？22の人を好きになった、22の人を好きになった場合マジで本当に頑張んないとダメ、頑張ってる姿も見せなきゃいけないし、そうですね、実力もつけなきゃいけないし、あとは実績、そうね、実績形を見せる、そう見せる、形になったものしか信じないね、あとは礼儀正しさ、あなたのこと尊敬してますみたいな、下から礼儀正しさ、そうそう、言葉遣いとか本当に気にするからダメだ、頭の中にデヴィ夫人がもう、そう、本当そう、22番大変です、大変、面白い、ね、ですね、だから個性的ですね、個性的、っていう感じですかね、そうそう、だから僕の視点で言うと、ダメンズを作りやすいんじゃねえかな、なるほどね、ああそういうことね、結果、そうそうそう、結果相手が、そうなんですよ、はい、で今度33番、はい、33番は、一生懸命ですよ、3番持ってるし、6番も持ってるし、33番でしょ、マスターナンバーなんで、忙しいし、あとは飽き性も本当にね、飽き性っていうかね、多分あのそういろんな指令が来るんですよ、宇宙から、あれしなさい、これしなさい、わかりました、あれもします、これもしますって言って、やったら次、やったら次、やったら次みたいな。わかるわかる。だから、なんか一つのことはね、できないんですよ。一つのことっていうか、それにずっとやり続けるっていうことは、難しい方だと思うから、で、なんか、こっちが目に入ったら、こっちも気になるし、これずっとやる7番とは違って、ね、7番って1個のことにずるんじゃないですか。4とか7とかね。そうそう。だけど、33とか、まあ3とかなんで、もう気になったら、そっちも、こっちも、あっちも、みたいな感じなんで、まあね、飽き性ではないか。でもなんか書くとなる1個はなんか続けてる気がする、まあ6芸能人にも多いし、33番ね、確かにそうっすね、だからその1個のものの中でちょこちょことスタイル変えていくかもしれない、そうね、そう1個のことを続けるにしても、
ない人は本当にいろんなことをやりすぎて、結果自分に何合ってんのっていうような感じになっちゃうんで、うん、であれですよ、アタック方法か、アタック、うん、好きになったらずっと言っちゃうんで、その人に向けての愛がね、33の人がね、はい、うん、なのでマジで騙されないようにしてほしいなって感じ。そのあ毒と同じ、うん、あの例えば好きな人が自分のことをね、金づるとしか思ってなくても、うんうん、そんなの気にせずに、うん、その人に向かっての愛が止まらないから、そうね、うん、お金出したりとか、うんうんうん、全部こっちで管理じゃないけど、うんうん、あのやりたいって思っちゃうんで、うんうん、騙されやすいんですよ。あ、33も確かに盲目になってる。そう、33の人はよく盲目になってる、うん、恋は盲目状態。そう、うん、だから好きになるのもいいですけど、突っ走らないことっていう感じですかね。うんうん、アタッカーはどうしたらいい ?33 の人を好きになる。33の人を好きになったら、33も、まあ、6も一緒なんで、うん、普通か。普通。意外とそこは普通だと思う。だけど、うん、帰ってくる愛はめっちゃすごいと思いますよ。確かにね、うん、帰ってきた時にはすごいと思う、うんうん、そうだな、33は宙愛、世界愛、人類愛みたいな、ね、そう、全部なんか自分の身の危険を犯してまでもその人を守るみたいな感じが33番なんで、本当に騙されないようにそこだけそこだけだなってな気はしますね、はい、うん、普通です、うん、アタックは、アタックは普通にすればいい、うん、帰ってきた時のものがでかいから、ね、そうね、そう、33からの愛はめちゃでかいね、めちゃでかい、うん、いや、てな感じかな、アタック方法って言っても、まあ、恋愛パターンみたいな感じになりましたけど、うん、意外と、うん、意外となんか普通でしたね、いろんな数字も、うんうん、はい、まあ僕は1番なんでね、本当に早く言わないとなって思いますけどね、ええ、そろそろね、そろそろもう8月なんで ね、 ね、はい、見てる方はあのもう知ってると思いますけど、うん、彼女見てないの今んとこ、まず大丈夫、いや、わかんないです、わかんないそう、あの動画見た時さ、あ、彼女について、そう、好きな彼女ね、片思いの彼女について語ってるよみたいな、そうなんですよ、うん、これ見てないのかなと思って気になっちゃった、うん、そうなんですよ、うん、まあ、相手忙しい時だったんでね、うん、今落ち着いてるから見てるかもしれないけど、うん、かもしれないけどね、まあでも知ってると思いますもん、うん、僕の気持ちは、うんうん、まあ、それを知ってるからこそ、まあ逆にまあ言わないとなっていうね感じにもなってますんで、8月もうちょっとで、うん、もうあと1ヶ月間ありますけど、言いますから、はい、その結果もまた言います、言いましょう、はい、お待ちしております、はい、ね、あ、これで友達だったとか、うん、ですね、どうなるんだろう、ショック、まあ大丈夫、まあ大丈夫、大丈夫でしょ、うんうん、大丈夫、頑張ります、はい、はい、ということで、はい、今日はこんな感じで、うん、それぞれの数字別、数字別のね、数字別、うん、はい、はい、お送りいたしました、はい、はい、はい、また、見ていただけたら嬉しいと思います、はい、また何か2人で語ったりお散歩行ったりしますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、では、さようなら、ありがとうございます、はい。